美しくも脆い正倉院の宝物。終戦後、皇室と国民の距離が近づいていく中で、正倉院の宝物も年に一度の正倉院展という形で一般に公開されるようになりました。令和の今、情報公開が求められる時代にあって、正倉院事務所でも宝物の魅力や保存の重要性について広く伝えていこうと取り組んでいます。私どもは保存をする機関ですので、現在の人っていうのは、今を生きている方たちっていうのは、今のその後悔現世利益って言いますか、今のそれを求められる、それはもっともなことなんですが、私たちは未来の人にもその、恩恵をこう与え続けないといけない、やはり未来の人にも届けないといけない。で、そうすると現在の人と我々が思っている未来の人へっていう思いが違うんで、保存と公開の何でしょう、利害対立がそこに生まれるんですが、保存されてこそ公開があるので、そこを我々は言い続けるんですが、ただその公開しないとやはり価値って言いますか、それを皆さんに分かってもらえない、分かってもらえないとそれを保存するっていうところに注力する意味っていうのが、国民的なコンセンサスって言いますか、それが得られないとやはり保存には結びつかないので、公開はできることはやっていくということで続けています。そんな正倉院事務所で取り組んでいる事業に、再現模造の制作があります。宝物をさまざまな方法で調査し、当時とできる限り同じ材質、構造、技法で第二の宝物を作っているのです。有名な螺鈿紫檀の五弦琵琶の再現模造は、紫檀や玳瑁といった当時と同じ材料を探し、木工や螺鈿、日本画などの作家たちに制作を依頼。そして音の再現までこだわり抜いて、華やかで演奏も可能な五弦琵琶がよみがえりました。どうしてもやっぱり本物を見せるのが難しいという中で、再現模造というような取り組みをされていると思うんですけれども、西川さんは復元とかそういう言葉でもなく、レプリカでもないし、再現模造という言葉を使っていらっしゃるんですけど、これにはどういった思いを込めてそういう言葉を使っていらっしゃるんでしょうか。特にレプリカとかコピーといいますと、形だけこう似せたようなものっていうイメージがあると思うんですね。で、それとは違うっていうことで再現模造っていう言葉を使ってるんですけども、最近はデジタル技術がすごく進んだんで、3次元計測ですね、 3D で形をとって、でそれをプラスチックでも石膏でも木でもプリンターでできますよね。ただですね、正倉院のその再現模造っていうのは、材料も構造も技法も宝物をこう調べ尽くして同じように作る、そこでそういうものとは違うっていうことで、あえて再現模造って呼んでるんですが、ただですね、やはり1300年経ってるんで、形がこう歪んでたりとか少し壊れていたりするんですね。で、そこに対してこう修正をかけるっていうのはやっぱり人間の技術なんです。必ずしも、細かい線の一本一本が全く同じになる必要はないと思ってまして、同じにするんであればもうデジタルでやればいい。ただ奈良時代の特徴といいますか、非常に力強くて大らかな作り手の方が何度も何度もこう練習とかを繰り返して、それを身につけて、で再現する、そこがですからデジタルとは違うところで。
古の職人たちの特徴を捉えて本物が持つ魅力をよみがえらせるためには、いくら進んだ技術があっても機械だけではできないという西川さん。再現模造の制作には非常に重要な目的があるといいます。実は再現模造を作るっていうのも、オリジナルの宝物の保存のため、端的に言うとそういうことなんですね。で、非常に脆弱である宝物を、日本中にこう持って回ることはさすがに不可能である。で、それに代わって再現模造、第一の目的は代替品として、展示とか公開に使えると。で、もう一つはその宝物っていうのは、さっき状態のいいものばかりではないっていう話しましたが、我々の調査研究で本来はどういう形であったっていうのが分かるようになりました。で、壊れているものも、奈良時代にはこういう姿をしてたっていうふうに、こう模造を作ることによって、分かっていただける。あとは、非常に災害がこのところ頻発してます。で、絶対万全っていうことはやはりありえないですね。で、もし何かがあった時のために3次元計測とかデータ取りをしておくっていうのが非常に重要で、それが全て模造の目的でして、宝物の保存のためっていう言い方をしたのはそういうこともあります。宝物の管理や修理だけでなく情報公開にも取り組んできた西川さん。何かやり残したこととかってございます？やり残したこと何でしょうね。個人的にはありますけども、やり残したことね、いっぱいありますよ。修理は繰り返しっていうこともありますし、後輩の方たちには、私がやったのは、平成の時代にもっぱらいろんなことをしたんですけども、必ずしもその令和のこの先、今まで私がやってきたことと同じようなことを やる必要もないと思うんです。同じように続けるっていう、基本的なことは同じだと思うんですけども、さらに新しい技術とかそういうものを取り入れて保存ですとか、修理っていうところに力を注いでもらえればと思います。